松潤さん、おはようございます。チャンネル登録100名、まずは突破おめでとうございます。今私が見ると102人になってますね。102名でございます。102名の方が次の松潤さんの動画を期待してチャンネル登録してくださったと思うんですよね。いや、本当に素晴らしいことじゃないですか。やっぱりね、この一口に100人といっても100人の中には当然ですけども、一人一人それぞれの人生があって、それぞれの興味とかね、趣味嗜好があるわけですよ。その人たちと松潤さんはこう重なったというわけですよね。で、ここでまたね、改めてなんですけども、チャンネル登録を増やすためのちょっとコツをね、お届けしたいと思います。チャンネル登録が一定期間増えない時期ってあると思うんですよ。それはね、多分ね、同じようなテーマ、似たようなテーマで発信してると確かに新しい人との関わりってなくなってくるんですよね。で、多くの人が何を知りたいかっていうと、本当にね、瞬間的なものだったりするわけですよ。例えば今日会ったこと、明日会ったこと、本当にね、なんか珍しいこととかね、そういうふうな瞬間的にびっくりすることとか共感すること、楽しいことっていうのが、まあ、結構ね、今はトレンドっていうんですけども、結構人目を引くんですよね。で、大事なのはその出来事に対して自分がどう解釈するかってことなんですよね。その解釈が面白いと人はついてきてくれるんですよ。これが一つですね。もう一つは単純に松潤さんの発信する、まあ、ピアノっていう感じですかね、音楽、これに重なる人ですね。で、どちらかというと前者の方、こちらの方が大体9割ぐらいを占めるとアクセスっていうのは伸びやすいし、チャンネル登録って起きやすいんですよね。で、アクセスやチャンネル登録が増えた中で残り1割の本来松潤さんが発信したいことに深く入ってくる方がいるっていう、こんな感じですよね。例えて言えば、スポーツのイベントがありますよって言ったらね、スポーツファンがわーっと来ます。その中で、スポーツの中でも野球っていうことになると、なんだ野球かってことで離れていく人もいるかもしれませんし、まあ次を期待しようかっていうので待っててくれる方もいると思います。いつか自分の好きなスポーツに回ってくるだろうみたいなね、感じになることもあるんですよ。だからまずは広く浅く捉えるための動画っていうのがね、非常に大事になってくるんですよね。だからピアノ一色でやるよりも、例えば相川七瀬さんみたいなテーマで扱ったりね、尾崎豊さんみたいなテーマで扱った方が音楽の中でもちょっとこう幅が広がるんですよね。で、それからしまいにはね、音楽関連の機材紹介とかね、機材紹介でもこういうのがあるんですよ。自分で買わないと紹介ができないわけじゃなくて、なんかカタログとかをもらってきて、あ、これが欲しいなみたいなね、そんなやつでもいいわけなんですよ。結構いいですよ。だから買わずにアクセス集めるみたいなね。で、そこにはちゃんとSEO 的なタイトルも入りますし、キーワードも入れやすいわけなんですよね。だからね、やり方は様々ですよね。情報発信っていうのは、まあ、原価かかりませんし、扱えるものがね、無数にありますからね。まあね、まあ、最後にもう一個例え言いますけども、車紹介の人っているんですよ、ね、車紹介の中でも、なんか苦しいのが自分の車紹介ですよね。だいたい1人1台しか車持ってないんで、自分の1台を紹介したら今度買い替えの時までできないんですよ。だから上手な人は自分の車じゃなくて人の車を1台1台紹介していくんですよね。で、結構今1980年代の中古車が注目を集めていて値段が上がってるんですよね。まあ、マーク2とかね、チェイサーとかね、セフィーロとかね、あの辺の車をなんか紹介する人なんていうのは結構ね、うまくいってるみたいですね。まあ、ということでね、クラシック機材とか、なんか伝説の名機とか、いろいろと音楽関連のものってたくさんあったりとか、あとはね、音楽のジャンルをいっぱい言ってもいいですよね。ジャズとかね、まあピアノもいいですし、トランペットみたいなやつとかね、それからロックとかね、1980年代の音楽こんなにありましたとか、エルヴィス・プレスリーですよとかね、まあ、考えればいっぱいあるんで、なんかその松潤さんの雑誌を運営するような感じでいくといいんじゃないかなと思いますね。なんか今日は何々特集みたいな雑誌ってのは関東で特集がありますよね。で、コラムってのは同じ人が似たようなテーマでずっと書いてたりとかしますんで、いろんなページが開けるといいかなというところでございますね。まあ、あとは松潤さん無理しないでやっていくことかなと思うんですよ。いろいろ申し上げましたけども、楽しみながらやらないとやっぱ続かないし、なんかやるのが苦痛になっちゃったらね、本末転倒ですからね。まあそんな感じですかね。
あでも本当100名超えて今度200名にカウントダウン、あと98名になりました。あ次の壁に向かってまた走っていきましょう。では失礼します。